ず基礎質問の対応をお願いいたします。下のどこからご質問をお願いします。龍太先生もお疲れ様でした。まず語れました藤井二冠からお伺いいたします。今日の将棋、横歩取りの将棋で非常にスローペースな将棋でしたけれども、形勢判断といいますか、どんなふうに捉えて指しておられたんでしょうか。そうですね、横歩取りから歴戦終了になったんですけど、なんか僕もがあんまり前に出るペーションがあるので、ちょっとどうバランスを取れるのか分からなかったです。本当にじりじりした中盤戦がですね、続いたように見えたんですけれども、藤井二冠から見て どのあたりがこのポイントだったように、まだ対局終わった直後で申し訳ないんですけれども。そうですね、そうですね、まあ特に参考になったというか、少し押さえ込まれている感じがして、それがなんか、そうですね、僕もなんか出口に来る手だったのかしらみたいな気がしてます。持ち時間がだんだんなくなってきてですね、終盤といいますか、最後の方なんですけれども、どのあたりで、手応えといいますか感じられましたでしょうか。そうですね、ただ戦局系が続いたので、そうですね、角を取ったあたりで、手厚くなったのかなと思いました。これで、今期12戦も開幕から5連勝で、今日は実は中田八段が敗れましたので、現段階で単独トップに立たれました。そのことについてはどうでしょう。そうですね、これでちょっとやっぱりなんていうかいい形ですね、こういうことができたので、そうですね、なんていうか結局以降またなんていうかこうなったので、ありがとうございました。村山七段にも伺いいたします。順位戦で天候が決まっているという将棋で、横取りの将棋になりまして、作戦的にはどうだったんでしょうか。横取りは作戦だったんですけれども、ちょっと序盤を想定してた形で少し飛んだ展開進行になってしまって、ちょっとそうですね、序盤はなんか少し面白くないなと思いながら出してたんですけど、5四角を打ったあたりはちょっと折り返したのかなと思ったんですけど、3七歩打たれたところでかなり長考したんですけど、なんかこう自信を持てるみたいな感じですね。この7五歩のところですよね、長考したところ。損があったのは その前の段階。そうですね、序盤、本当に序盤の20分目に2六歩を刺されているんですけれども、はい、3分程度の速度で、これは、ここら辺りはまだ、そうですね、ちょっとね、2目の飛車って時計を払うって手があるんですけど、ちょっとあまりそれはそんなに考えていないだったので、それもちょっと妥協した展開になってしまって、少し、なんていうか、手損が響くような展開になってしまいました。
まあ、理科室の方で、AI の評価値的にはですね、そんなに差がない中盤戦が続いてたんですけれども、村の筆談は どんな形成判断だったですか？そうですね、まあバランスを取るのに精一杯という感じだったんですけど、まあ、自信を持てるという感じの局面は、角打った時はちょっとこの角打ちが結構攻防で感触がいいかなと思ったんですけど、そこから先はなんかちょっとこう常に不安がたたる展開で、振り入れが痛いっていう局面が続いたので、ちょっと中盤はあまり信用で、藤井さんと2教育目の大学で、まあ、去年の英語戦線では語られてましたけれども、まあ、2局指されて、改めてその藤井将棋といいますか、どんな印象でしょうか？そうですね、そうです、今日の将棋ちょっとこちらが苦しくなってからかなり手堅く指されて、僕もまとめられてしまったなという感じですね。はい、まあ、前回の将棋とはだいぶこうなんていうか戦型も違うので、でも違うことになったんですけど、そうですね、今日本当になんかこう手堅くまとめられてしまったなという感じです。はい、お疲れ様でした。私の方からは以上です。はい、では一つ目のありがとうございました。感想戦に入ってください。